木村拓哉、危うくネタバレ。ゲームソフトロストジャッジメント裁かれざる記憶の完成披露記者発表会が行われ、キャラクターを演じる木村拓哉さんや玉木宏さんらが登場しました。作品は龍が如くのスタジオが手掛けるリーガルサスペンスアクションゲームの第2弾。木村さん演じる探偵が殺人事件の謎を追います。前作が国内外で高い評価を受けたことについて木村さんは、インタビューをしてくださる女性アナウンサーだったりとか、実はクリアしましたとか、ちっちゃい声で伝えていただくことが割と多くてですね、なんでみんな小声で言うんだろうとは思ったんですけど。また玉木さんは木村さんとの共演についての思いを語りました。この世界に入ったのも、木村さんの出ていたドラマを見てやろうと思った気持ちがあったので、今回声だけだったので、願わくばやっぱり実写でご一緒したいなという思いがあって。最後に、もしこのゲームを実写化したら演じてみたい役はという質問に木村さんは、役に犯人もありなのかなとか、じゃあ今回他の皆様が演じられたようなものも、いや他の皆さん、いや今ここでその話になると相当ゲームの内容の ネタバレになってしまうと思うので、あぶねえ今と危うくゲームの犯人を言いそうになった木村さんでした。はい、今回シリーズ2作目なんですけれども、改めても驚くほどリアルですよね。もうそのものが動いているというか、そうですよね。はい、フェイシャルキャプチャーだったりモーションキャプチャーをつけて撮影することで、よりリアルな表情や動きが再現できているということです。では続いてこちらです。